インビットだ。隠れろ。見つからんのか。探せ。一刻も早く探し出せ。なんのこっちゃ。人がインビットに命令してる。どういうことなんだ。バカな。あの連中、何を探してるのかしら。シンクロトロン法よ。シンクロトロン法。なんだいそれ。マルスベースで開発した新兵器よ。高い周波の電界で陽子や電子を活性化させる。そこから発生するものすごいエネルギーを利用した武器だ。そんなにすごい武器なのか。今はまだ開発途中だがな。どこにあるのか知ってるのか。ええ、私が独断で隠したわ。あの岩場の奥よ。どうして破壊しなかったんだ。私は報道班だわ。任務以外のことは感知したくなかっただけよ。あんたって人は自分が与えられた仕事に専念する。それが私のモットーよ。もういい。俺が破壊してくる。スティック、無茶しないで。どうやって岩場まで行くの。どうした。これか。ペンダントの人のこと忘れられないの。いつも大切に持っている。そんなんじゃない。これはインビットに対する。これがないと気持ちが萎える。いいのよスティック。いいの。みんな疲れ切っている。このままではインビットに見つかる前にこっちがへばってしまう。もう5日だ。食料がいつまで持つか。打開策を見つけねばな。打つ手はあるわよ。うまくいくかな。うん。スティック、こんな危険な賭けによく乗ったな。他に手がないからな。しかし分かってる。あの女がわざと危険な作戦を仕組んだことくらいお見通しだ。どういうこと。あの女、俺たちが魂されるのを撮影しようって魂胆なんだ。まさか。いや、そうに違いない。クソ、あの女、それで積極的に作戦を立てたってわけか。この先のくぼみよ。あれよ。あれがシンクロトロン砲。わお、ダークモスピーだ。ジャラジャラ、具合はどうじゃ。バッチシ。Thank you.
ヤッホー、オータを出してるぜ。よし、作戦開始だ。作戦通りインビットがこっちに向かってくるぞ。おい、何する気だよ。私の仕事はこれからよ。またカメラかよ。やめろ。敵は3機だ。俺に続け。しのぶ、こんな時まで。なかったけどな、インビットに渡すよりマシだ。分離して脱出するぞ。準備 OK。はい、じゃあしっかり捕まってろよ。はい。どうしてインビットに味方するんだ。大丈夫か。人間体のインビットを確かに取ったわ。緑の地下。